くまモンって可愛いわよね。ああ、どうも、チリスキーナです。本日もセンターチリ対策行くわよ。さあ、本日も始まったわ。センターチリ対策。本日、皆さんに覚えていただくのは、こちら。中国の農業分布です。こちら、よく出るから覚えちょうだいね。はい、よう出る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 。センター試験でも問われているわ。2008年度追試験大問2の問い5。次の図には中国の農業地域区分とその境界にほぼ一致する等値線を示したものであり、実線多は年降水量400ミリの等値線、波線地は年降水量1000ミリの等値線、PR は稲作地域、春小麦地域、冬小麦地域、いずれかの農業地域である。図2中の PR と農業地域との正しい組み合わせを下の16のうちから1つ選べ。農業分布はね、アメリカも問われたけれども、中国もよく出るから本当に覚えちょうだいね。よく出るのよ、だから覚えてちょうだいね。はい、よ出る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 。やはりこういった農業分布というのは気候と非常に関係があるの。まあだから頭の中に世界地図が書けることがまず大前提として、あなたたちに覚えててほしいわ。北緯40度っていうのを覚えたわよね。あっちが北京、ニューヨーク通ってたわよね。だから北の方は大豆とかが作られて、アメリカでも覚えたわよね。北の方は大豆。そして内陸に入ると春小麦、そして海岸線に入ると冬小麦でした。そしてさらに南下していくと稲作、米ね、米がたくさん作られてます。そしてさらに南に行くと稲作を二期作といって、1年に2回も作れる稲作地域があるの。だけどこうやって私が説明したところで、あなたたちは一度として覚えたことないわよね。そうよね。もうだから語呂合わせにしたわよ。掃除時間の男子と女子の会話。ねえ、大は不幸？いいねえのに。大は不幸？いいねえのに。大は不幸？いねえのに。これで覚えられるでしょ？覚えられたはずよね。これは本当によく出るから覚えててほしいわよね。だから本当に覚えてちょうだいね。よく出るわよ。はい、よんでる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 、ボンボンボン。くまモン、くまもとサプライズって私の顔がサプライズよねって、どういうことよ！どういうこと？私の顔がサプライズって。そんなにブスかしら、私。